にちは、須藤めぐみです。今日も楽しく練習していきましょう。今日は62ページ48番の B になります。これもね、都庁長ゲードアです。8分の3拍子、早速練習していきましょう。こんな感じになります。これはね、短く切った音符っていうことで、16分9符が途中で入っておりますので、このあたりが難しいですかね。まあ、これもね、慣れれば大丈夫です。何回も練習してみてください。そして、ちょっとね、今日は固定度の方もね、この移動度で歌われているのってどういう世界なのかなってぜひね、聞いていただきたいんですよね。ただ気持ち悪いとかね、なんでソがドなのみたいなね、そういうのではなくて、このもともと持ってる音階がなわけですから、もしかしたらね、絶対音感持ってる人この YouTube 見てないですかね。どうかな、もう見てないかもしれないですね。これくらいの、ね、レベルの曲で音が取れないとかね、ないと思うんですけど、まあここがね、不思議なとこなんですけど、絶対音感持ってるからといって声帯がそれを表現できるかというとね、そうでもなさそうなんですよね。その聞こえてくる音を超音のようにね、楽譜に、起こしたりとかピアノで弾いたりすることはできるんですけど、それを声帯というこのね、楽器を使うことによって表現するっていうのはね、なんか違って、絶対音感がある方が歌って音痴の人はいないっていうことがね、ないんですよ。案外絶対音感持ってるのにね、ピッチ外れてる人ね、すっごい実は多いんですよ。なんかね、何なんですかね、これまで七不思議ですね。音楽七不思議、割とね、絶対音感持ってる人って歌うとね、ピッチが低いんですよ。なんででしょうね、わからないです。はい、謎です。はい、なぜだかわからないんですが、ちょっとね、移動度で歌いますので聞いてみてくださいね。初めがね、ミーから始まります。じゃあやってみますよ。ちょっと1段目から2段目に入るところ私ちょっと失敗しましたけれども、皆さんも気をつけてくださいね。ミソミドって入るところグラグラってしましたね。すいません、なんかね、こう声帯がうまく戻りませんでした。本当にね、スケートじゃん、フィギュアスケートのね、浅田真央ちゃんがよく大会の前にね、どうですか今回の大会の意気込みはって言ったら、ノーミスで滑れるようにっていうのをよくインタビューでね、お話ししてたの、私すごく印象的なんですけど、ノーミスでね、歌うってすごく難しい。まあピアノもね、ミスタッチなしに歌うっていうの難しいと思いますけど、まあ歌はなんて言うんですかね、私はね、あえてミスタッチと言ってるんですけど、別にね、その音に行こうと
思わなかったのに声帯がうまく合わさらなかったとか、この発声するタイミングが息の、送るタイミングと合わなかったとか、思ったより、声が先に発せられてしまったとか、とんでもない方から声が出ちゃったとか、よくあるんですよね。これね、どんだけやったらできるようになるのかなってすごく難しい問題だと思いますけど、すごくね、声帯が柔軟な方っていうんですかね、柔らかい方、伸び縮みがねすごくこういう風に伸びてるかどうかわかんないですけど、伸びたり縮んだりがうまくいく方っていうのはね、上手なんだと思います。上手に歌えるんだと思いますよ。ただ声帯が硬くなると、こううまく伸びなかったりとか、うまく縮まなかったりとかするんですよね。それはね、もう本当に何て言うんですかね、こう筋肉のと同じだと思います。こう体が硬くて思ったように動かないとか、まあね、ある意味スポーツだと思いますよ、これは。そうすると運動神経が多分いい人の方が上手いと思うんですよね、歌。よくね、スポーツ選手が歌ってるのを聞いたことがありますけれど、割とね、皆さん上手なんですよ。やっぱりこうポイントポイントにこう当てていくのって勘じゃないですか。勘っていうか、なんていうんですかね、まあ、運動ですから、そこがねうまくこう、なんか野球のね、こうなんていうんですかね、ピンポイントでいいところ芯に球をバットに当てられるとか、テニスのね、こういいところ、芯、ラケットの芯に球が当たるとか、こうね、卓球とかもみんなそうですけど、それと全く同じなんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ピッチャーの方がね、投げようと思ったら手がちょっと滑っちゃって思ったところに行かなくて、なんかファールって言うんでしたっけ、ストライク、ボール、ファールは打った時ですか、すいません、意味分かってないですよね。ボールですね、ボールボールなね、声が出る時があるんですよ。なんかね、うまくそのストライクのところに入らなかった、これでよくありますね。まあね、プロ野球の選手だって全部ね、思ったところに投げられてるわけじゃないですから。この長い曲ね、オペラなんて3時間ぐらいありますけど、それ全部ね、自分の思ったところに、ね、声帯、ピッチ、音色、表現、全部ね、思ったところに行けるなんていうことはね、どんだけ練習したらできるんでしょうっていう。まあ練習してもね、その時の体調とか、まあね、そんなのでちょっとした何かでこうグラッとするわけですよね本当に。まあ、ね、最近話がこうね長いのは、聞いてくださっている方ありがとうございます。まあね、私も頑張ってチャンネル登録してくださる方をね増やしたいと思ってるんですけれども、1回の動画をねちょっと長めにしようかななんて考えていますので、ダラダラ喋っておりますが、まあね、そんなの聞かなくてもいいよっていうところはね、こうチャプターでピュッとこう飛んでいただいて、自分の聞きたいところだけね聞いていただければいいと思うんですけども、たまにねいいこと言ったりしますので、まあ1回くらいね聞いていただけるととても嬉しく思いますが、まあ本当に、長くね歌手生活をやっていますと、大失敗もしましたし、まあすごくうまくいったこともありますし、まあいろんなことがあります。どんなに練習してもね、うまくいかなかったこととかありますし、でもまあすごくうまくいく演奏会ができてしまったら、多分ね、もうなんか満足して歌やめちゃうかもしれないななんて思います。できないからね、練習する、まあ音楽は奥が深いですから、一生かけてねやっても、もうやることないなんていうことはねないんですよ。もう次から次へとやることが山のように降ってきますので、できるところまでね行ってコンサートに臨むしかないわけですけれども、
なんとかね、続けられるところまで私も続けていきたいと思いますので、皆さんよかったらね、チャンネル登録していただけると助かります。嬉しいです。それではね、こんな感じでよろしいでしょうか。それではまたお会いしましょう。